フォロワーの皆さん、こんばんは、ヒロです。ヒロ御朱インスタライブ、第20回目のヒーローインタビューの時間がやってまいりました。いやー、すいません。もうね、今日間に合わないかと思って。いやー、なんとか間に合って、今、ちょっとね、9時過ぎちゃいましたけど、なんとか、間に合いました。よかったよかった。皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。ソラミさん、バッジ、ありがとうございます。ということで僕は、このね、バッジを送っていただいた方はですね、まあちょっと僕の方でこう、頑張って、自分の中でこう、追える範囲でですね、追って、後でね、皆さん、の、このライブ中にお礼をぜひ言わせていただければと思います。エバちゃん、バッジ、ありがとうございます。テルコさんも、アサさんも、バッジ、ありがとうございます。マチコさんも、バッジ、ありがとうございます。前回と、なんか、福山さんの登場前と同じになりましたけどね。もうね、バッジ、あ、タケさんも、バッジ、ありがとうございます。アサさんも、バッジ、ありがとうございます。強しなるみさんもバッジありがとうございますということで、はじめのあれですね、今後は、あ、マキさんもバッジありがとうございますということで、なんかね、この前話をしてたら、なんかヒロさんこう、選挙の演説みたいなね、話してましたけど、ほんとね、ショコリンさんもバッジありがとうございます。ヒカリッコさん、カオリさんバッジありがとうございます。天空さんもバッジありがとうございます。もう入りが同じになっちゃいましたね。今後、あ、もうすでにバッジが10名超えましたね。なんとかね、今ね、全員は言えたと思うんですけどね。いやーもう完璧選挙。あ、シューアさんまでバッジありがとうございますということで、ほんと、バッジラッシュ。ほんとですよね。もうほんとに、横浜市議会議員に立候補のヒロでございます。バッジありがとうございますみたいなね。なんかほんと選挙演説みたいな。あー、ヒロミさん、ヨーコさん、バッジありがとうございます。あ、もうすごい、バッジが15人超えましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。YUYU373-7213、バッジ、ありがとうございます。本当です。それでは、さようなら、とか言ったらね。ということでですね、一回ちょっとこの辺で、ちょっと真面目なトーンに戻りたいと思うんですけど、まあ、改めまして、バッジ、ありがとうございます。でですね、バッジの件なんですけども、僕もですね、今日はシューワさんがこれからね、ご登場いただきますので、僕もね、こんな感じで初めね、この、前振りというかですね、シューワさんがご登場の前に、ちょっとね、場の雰囲気を盛り上げて、シューワさんにね、出てきていただこうと思ってるんですけども、まあ、今後のスペシャル対談ライブとか、のゲストの方とかによってはですね、この僕のなんかトーンがですね、ちょっと逆に緊張とかプレッシャーになっちゃったりするかもしれませんので、今後ですね、もし僕が、このスタートライブ始まるじゃないですか。で、その時にですね、例えば今ちょうど僕がですね、星野さんとショコリンさんとね、ルイスさん見れてるんで、例えば星野さん、ショコリンさん、ルイスさん、バッジありがとうございますっていうトーンの時は、なんかそれらしい人が出るんじゃないかなって、皆さんね、僕、ちょっとヒロさん空気読んでるんだなと思ってもらってください。で、もし僕が、ルイスさん、ショコリンさん、星野さん、バッジありがとうございますって言ったらですね、きっと、ノリのいい人が出てくれるんじゃないかなと思いますので、僕の今後、ライブのですね、この前、振りの MC でですね、この僕のトーンによってですね、スペシャルゲストが結構ですね、こう、お堅い方が出られるのか、もしくは、こう、フランクなね、方が出るのかっていうのはね、僕のその、バッジありがとうございますとで、バッジありがとうございます。このね、トーンで使い分けて皆さんもね、お楽しみいただければと思います。ルイスさん、バッジありがとうございますということでですね、もうバッジありがとうございますって4分20秒。いやー、もうね、すごい、もう、ひそかに汗をかいてしまって。あ、ナオミさんもバッジありがとうございますということで、このままだとね、もうバッジありがとうございますでライブが終わっちゃいそうなので、それではね、シューワさんお待ちかねだと思いますので、あ、パンダママさんもバッジありがとうございますということで、それではシューワさんをお呼びしたいと思います。この状況のテンションでシューワさんどう入ってくるのか。いやー、ちょっと待っていただいて、シューワさん、それではご招待。ヒーローインタビューの MC パートナーでもあります、シューワさんです。シューワさん。
はい、すいません。裏だった。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。どうですか、塩さん、このバッジありがとうございますっていう、この盛り上がりから入る、こいや、めっちゃ楽しいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですよね。もうなんかさっきね、なんかヒロさん、本当市議会議員に立候補してなんでね、コメント入ってましたけど。いいやいや、本当っすやね。ー、あ、星野さん、バッジ、ありがとうございまありがとうございす。ます。すごい、バッジが20名超えましたよ。ありがとうごこざんいばんまは。すということで。ありがとうごそざいれまではです。すね、これから、まあ、しおさん、今日はね、20回目の節目ということで、ヒーローインタビューお届けになりましたけども、中和さもん、うん。う20回になりましたね。気がついたねえ。ら。どうですか、しおさん、まだ20回、もう20回、まだ20回、どっちですか？どちらかというと。いやー、でも、気づいたらっていう感じなので、もうう20回だなっていう。ん。あれ、そんなああ。にっていう。なんか、ね、ちょっと振り返ってみようかなと思ったんですけど、今、ポンと思いついたのが、海老名サービスエリアとか、結構、ああ。あれはちょっと印象に残ったなと思ったんですけど。ねえ、確かにね。まあ、ただ今日ね、20回目ですけど、これまでのね、1回目から19回目がね、本当に内容の濃いライブ多かったですからね。本当にありがとうございます。ねえ、あ、もう。あ、ルイさん、20回記念おめでとうございますということでね、どうもありがとうございりまがとうごす。ざいます。ねえ、それでは、シュワさん。今日はまずですね、シュワさんの方から、妙輪寺さんの、6月の御朱印、ぜひね、ご紹介をしていただけるということで、ヒーローインタビューがどこよりも早く、ね、最新の御朱印紹介ということで、皆さんね、きっと楽しみにしていると思いますので、シュワさん、よろしくお願いします。はい、どうしよう。最初に、まあ、早々なんですけど、実演させてもらっちゃっていいですお、すごい、いきなり、もう、登か？場して多分、まだ5分も経ってないのに。そうですね。まず書いて、毎月、2体出させてもらっている中の1体書かせていただいているんですけど、はい。書かせてもらってから、ちょっと、それについてのお話等もさせていただきたいと思ってますので、はい。じゃあ、まずは、ちょっと書かせてもらいます。よろしくお願いします。はい。はい。よろしくお願いします。ねえ、6月。ねえ、今、ルイさん、我々の6月ってことね。我々の6月、そうなんです。僕、ルイさん、6月誕生日、かつ、同じ25日が誕生日ということで。いやーね、いよいよね、誕生日好き。あ、てるこさん20回おめでとうございますということで、本当ですね、20回、今日ヒーローインタビューを迎えました。皆さんどうもありがとうございますということで、これ、ありがと今うかごらざでいすます。ね、如意輪寺さんの6月の御朱印をですね、どこよりも早く、このヒーローインタビューで皆さんにお届けしたいと思います。2体あるうちの1体をですね、まずいきなりもう手話さんが実演をしていただけるということなので、皆さん、ね、こちらの方をご覧いただければと思います。塩さんよろしくお願いします。見えてますか？見えてるかな？大丈夫かあ、はな？い、大丈夫です。見えてます。いやもうね、今ちょうどライブが始まって8分、もうすぐ9分ぐらい経つんですけど、もう前半の9分のうちの初めの4分30秒は本当になんかこう、選挙の演説みたいなね、状態になって、この今のこの、この今のリアルタイムのこの、今のこのね、翔さん書いてるこのタイミングとですね、あまりにギャップがあってね。本当ですね、僕もちょっと前半飛ばしすぎましたね。今ね、修和さんが、6月の御朱印を、最新の御朱印をですね、まあ、お書きいただけるということで、こう初めてのね、最新のね、御朱印をこのライブで見れるっていうのはまたね、このリアルタイムの特権だと思いますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。いやー、今日は本当にね、ね、金曜日の夜ということで、僕もね、9時ちょっと回りましてね、9時2分ぐらいからちょっとこのライブをスタートさせていただいたんですけどね。いやー、9時にね、ちょっと間に合わなくてね、もうバタバタでしたけど、なんとか間に合いました。息切れてましたよね、ヒロさん。そうなんですよ。その後ちょっとね、あれですからね、ちょっとバッジ演説がありましたんで。はい。ね、ただほら、もうそうやってね、こう場の空気を盛り上げて、もう皆さんがこう笑いマークいっぱい送ってくれて場を盛り上げて、
ね、シュウワさんご登場ということで。もうすいませんでした。はい。ただほら、シュウワさんあれですよ、今後ほら、スペシャル対談ライブは今度視聴者としてご覧になるじゃないですか。僕があれですよ、バジありがとうございます。バジありがとうございますって言った時には、きっと、それらしい方が、出てくるんだなと思ってもらえればと思って。はい。ね、僕もちゃんとね、空気を読んで、ね、ライブをお届けしたいと思いますので、皆さんもね、その辺をこうね、させていただければと思います。完全にもう無の状態になってますね。しおさん、なんかもしよかったらおしゃべりしながら書けるようだったらぜひ。そうですね。ちょっと待ってて。ちょっと待って。はごめんない、さい。大丈夫です。今、ここからね、ライブご覧の皆さん、今、しおさんはですね、来月6月から頒布されます、如意輪廻さんの最新の御朱印を今、お書きいただいてます。2体最新の御朱印が発表されるそうなんですけども、うち1体を今実演されてます。で、もう1体は後で後ほどご紹介いただけると思いますので、お楽しみいただければと思います。いや、金曜日の夜っていうのはなんかね、気持ち的に僕は土日祝日がお休みの会社に勤務してますので、金曜日の夜ってなんかね、妙にテンション上がっちゃうんだよな。皆さんも、ね、土日、祝日お休みの方もいらっしゃれば、土日もね、仕事の方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、この金曜日、この第20回ヒーローインタビューをご覧になってですね、明日からのお仕事、お休みね、ぜひ、いいライブを見て、ゆっくり休んで、またね、明日の土曜日、日曜日をね、お迎えいただければと思います。やっぱ、シーマさんあれですよね。なかなかこう、誤信をこう、喋りながら書くってことがなかなかないから、やっぱ無になっちゃいますよね。そうなんです。ですから、こう、なんか対面うん。でお話しながらされてる、ね、ご寺院さんや、ね、神社の方とかも聞いておられるので、それすごいなって思って、うん。うん。いやー、だけすどごいと僕はまあ、今ね、このヒーローインタビューご覧の方、ヒーロー誤信インスタライブずっとご覧になってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕はこのなんかこうお話ししながら何かをするっていう中ではもうこれまでのまあスペシャル対談ライブに限って言うとまあこの前の坂本八幡神社の加トちゃんが出てもらって24回迎えましたけどもやっぱり24回振り返ってきてもうねどのスペシャルゲストも素晴らしい方たくさんご出演されましたけどお話ししながら何かをするっていうことを考えたらやっぱねもう第9回のサンキューさんの土仏ああ。作りながら普通に目元も見ずに喋れるってあれすごかったっすね。すごかった。あれいはすごい。やー、あれはすごいっすね。あれはサンキューさんしかできないよな。あれはすごかったっすね。本当に。あ、ありがとうございます。ヒロさん、ちゃんと休んでくださいね。ありがとうございます。明日ですね、僕はまあ、お休みなので明日はちょっと家族でって言ってもらうね、妻と、まあ、妻とか嫁とですね、ココちゃんしかいませんけども、明日はココちゃんとですね、こう、ドッグカフェにまた行きたいなと思ってます。ね、明日はお天気がいいみたいなのでね、ドッグカフェに行って、美味しい、一緒にね、ココと一緒にご飯を食べながら、ドッグランもね、ちょっとね、併設されてるところなので、ちょっとね、ドッグカフェして、お茶して、ドッグランでね、ちょっとココちゃん遊ばせたいなと思ってます。ココちゃんのおパンツカット、かわいい。はい。そうなんですよ。ちょっと流行りに乗っかっちゃいまして、今ね、ドッグラン行くとね、おパンツカット多いんですよ。これから結構夏で暑くなるじゃないですか。ですね、涼しげな。はい。そうなんです。それを見ちゃってね、僕も、ああ、いいな、おパンツカットと思ってね、ついついおパンツカットやったんですけどね、今、視聴者の方でワンちゃんからか、あの、飼ってる方いらっしゃると思うんですけど、僕ね、個人的にね、おパンツカットおすすめですね。いやー、いいですよ。お散歩した後の足とか、手足をね、拭くのがね、すごい楽なんですよ。そういうことですね。なるはい。ほど。結構刈り込んで細いので、本当ね、肉球のとこの部分だけキュッキュッキュッって、ウェットティッシュで拭くだけで済んじゃうんで、
これからいいですね。あとね、やっぱり、僕、ポストでもあげたんですけど、やっぱりワンちゃんって、人間よりもね、熱中症対策とかがなかなかちょっと苦手な動物でもあるので、そういうね、暑さ対策っていうところも考えたときに、やっぱりね、なるべく、毛がもふもふしちゃうとね、もともとワンちゃんとか体温が高いので、まあそういうところで、まあ僕も初めてね、個々と迎える夏なのでね、その辺はね、ちょっと、まあ手探りにはなるんですけど、まあね、おパン使って、僕個人的にはおすすめなので、よかったらね、ワンちゃん飼ってる方とか、ね、あと、まあトイプーとか、ポメラニアンとか結構毛がもふもふしてるワンちゃん飼ってる方とかはね、ぜひ僕はおパンツカットをおすすめしたいと思います。あ、おパンツカットかわいい。ありがとうございます。はいい、すいません、書やけました。ー。はい、ありがとうございます。翔さん結構6月はなんか結構シンプルな感じの誤診で。そうですね、なかなかこれぐらい、今までだと、割と梵字だと一文字とかが多かったんですけど、今回はちょっと、まあ、4文字、ですね、入れさせていただいたんですが、ここにもちょっと書いてあるんですけど、弥勒仏っていう仏様、弥勒菩薩ですね。が、今回、2体のうちの1体ということで、ちょっと、最近なんだろう、黒系とか、割と、なんか、一回ちょっと初心にも戻りたいっていう気持ちもあったんですけど、そういった中で、ちょっと、黒をちょっとベースに、今回こちらは書かせていただきました。で、すいません。僕もちょっと、ライブで、ちょっと緊張しましてですね、実は一文字間違えました。珍実は。しいっすね。いやー、違ったってなったんですけど、で、それはですね、ここの部分なんですね、ここの部分なんですけど、いや、これでも別にいいんですけど、本当は、本当予定してた字は、これではなくて、まあ、同じような字なんですけど、ちょっと一文字だけ、ここで、ちょっと訂正で書かせてください。ちょっと大きく。ああ、なるほど。もうね、あまりに字が達筆すぎてね、もう間違いがわからない。いや、ほんとね、竹さんの言ってること同感ですよ。もう間違いがわからないですよね。達筆すぎちゃって。もう、シューワさんもね、言わなければ誰も気づかないので、そこをね、言うところがね、やっぱりシューワさんの、なんかそうこです。これだけでう、す。これとこれの違いです。ここの部分が、これとこれの違いなんですけど。これは、文字の意味としては、どんな感じなんですこれか？は、これ自体が普段、弥勒菩薩として、使われている梵字なんですけど、本来というか、まあ、これが元のあれですね。ここの最後の部分だけが違うんですよ。最後の部分は普通、こうなるのか、最後こっちに行くのかああ、ほっていんとだ。最後のところのあれが、払いう。が、全然あれですね、違いますね。左上か右下かって感じですよね。そうですね。どちらも言あって読むんですけれども、あ。弥勒菩薩単体の場合だと、こちらが圧倒的に主軸として扱われている、梵字。でございます。で、ま、あと、こちらの方ですと、これも、それぞれですね、アンク、ア、バン、で、それぞれ読むんですけど、これも実は、弥勒菩薩に通じている梵字なんですね。ですので、仏さん一体に限りですね、一つっていうことではないんですね、実は。いでやすけれど、もう、まあ代表としては、弥勒菩薩といえば、まあこっちっていう感じですかね。っていう雰囲気でございます。はい。これ、シュワさん、間違えちゃったそのビフォアの方って、はい。それ、まあ、確かに、払いは間違えちゃってるんですけど、なんか別にそれが間違えてるからって、それが何か、不都合が生じるとか、そういうことはないんですよね。そうですね。僕の中だけでの問題もあるんですけれども、またこれも後ほど関わってくるんですが、
実は弘法大師と弥勒菩薩という仏様が非常に密接なつながりがありまして。はいはい。で、実はですね、こちらの湯っていうのは、弘法大師の盆地なんですよ。はい。で、それはなんでかっていうと、やっぱ弥勒菩薩がこちらでしたので、で、弥勒菩薩との、関わりが深いという意味も含めて、まあ、後世にですね、はい、まあ、伝えられてきたのが、弘法大師はこっちの湯っていうふうに、こう、取り扱われるっていうことが非常に、今では、大きく出されているっていうことだったので、で、はい、僕の中では、やっぱり弘法大師はこっちの湯。で、弥勒菩薩はこっちの湯っていうふうに分けたかったっていう気持ちがあったんです。それだけです。翔さん、ちなみに6月の方の、正式の判布の方については、後で書いたやつの方が採用されるってことですよね。はい、そうです。こちらじゃなくて、こちらね。なるほどね。こちらになります。はい。はい。すいません、間違えちゃった。いや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 、もうね、もう、さっき、陽子さんとかも、他の視聴者の方もコメント入ってましたけど、もう間違いがわからないですね。言ってもらえなかったら。ああ、そうなんと思います。はい。そうですね。でも、わかる人はわかるので、やっぱりそこはきっちりやりたいです。いやー、ね、素晴らしい。なんかね、この間違いの中にもなんかこう、シワさんの誠実さが垣間見たっていう。汗かいちゃった。素晴らしい。いや、僕もね、あれですよ。今日ライブスタートから4分半ぐらいで結構びっしょ汗かきましたんで。もうヒロさんのね、演説が。シュワさん、いいですか一回。はい。今ね、シュワさんがこう、この6月の最新の御神を書かれてるときに、ええ。アケリンさんがですね、バッジ送ってくれましたので。あ。はい。アケリンさん、バッジ、ありがとうございます！ありがとうございます！はい、ということで。ね。翔さん、じゃあ続いて、もう一体の方をご紹介していただいてもよろしいですか？はい、じゃあもう一体が、やそういった意味で、今回、実はこちらなんですね。お、あ、すごい！シュワさん。はいはい。なんか僕、この、シューワさんのこの、今、ご神を見てると、すいません、なんかね、シューワさんが初めて、ヒロご神インスタライブに出ていただいた第3回の、スペシャル対談ライブの時の、きらめきりく。あーい、はい。なんかね、それをこう連想させるご神ですね、これ。さっきと全く、ほぼ、真逆じゃないですか、シンプル。ではあるんですけれども、ちょっと色をですね、はい、使えさせていただいた形になります。まあ、これは、ご説明よろしくお願いします。はい。で、先ほどのご説明もさせていただいたんですが、実は、来月、6月が弘法大師の誕生日でございます、うんうんうん。お誕生日でございまして、その時の、この真ん中の湯っていう文字が、こっち行ってるじゃないですか。おお。さっきのと。本当だ。はいはいはい。まあ、ここも、違いをちょっと、自分の中でこだわりがあったので、弘法大師はこちら。で、それに、関わる弥勒菩薩は、こちらっていう部分ですね。ああ、なるほど。やっぱり、このお二つをどうしても同じ時期に出したかったっていう気持ちもあったので、はい。やっぱりこういった形で。で、まあ、弘法大師が、のご生誕にちなんでは、青葉祭りって言われてるんですね。弘法大師がお生まれになった時は、青葉祭りでございますので、うん、少しちょっと青みがかかったような、形で、ご祝儀を書かせていただきました。はい。いやー、ね、すごい。これ、じゃああれですね、一つ目の方が、さっき、シュアさんが間違えちゃった方が、弥勒菩薩、うん。はい、弥勒菩薩。で、こちらの方の、もう、これも弥勒菩薩なんですよね。あ、まあ、こちらは弘法大師ですね。弘法大師ご生誕っていうことで。ああ、そっかそっかそっか。うん、弘法大師のお誕生日をお祝いさせていただいた。ここに、祝ご生誕。1249年なんですね。
1249、じゃあ、もう1200年以上経ってるってことですよね。あ、そうですね。はい。弘法う大師は平安時わ代の方なので。ー。はいはい。で、来年がですね、いよいよ1250年という大きな節目はあ。を迎えるわけでございます。なるほどね。翔くん、ちなみに、はい。弘法大師6月がお誕生日で、日にちって何月何日とかっていうのは？ 6月15日です。6 月15日。ヒロさんの10日いい。前。10日前。だけどあれですよね。星座は違うんですよね。あ、そうでしょうね。そうなんです星座よ。は。そう。僕ね、周りの友達とかに6月25だって言うと、って言うとね、何座だっけ？と、蟹座って、あ、蟹座なんだっていう。なんか蟹座ってなんか7月のイメージがあるみたいで。あ、そうですか。あ、そうそうまあ、そう。6月下旬ですからね。ねえ、そうなんですよね。いやー、どうですか？視聴者の皆さん、このシューアさんの6月のこの新作。ね、御朱印2体をね、今、1体は、実演1体はね、見せいただきました。照僕子さもんもね、蟹座一緒なんですね。い僕もです。やー、翔さんも蟹座。僕もカニだ。今ね、翔さん、ね、僕、密かにですね、6月25日の誕生日の人だけの625回っていう回がありまして。はい。この625密か回に。と、あと、ひそかにあるんです。あとね、もう一個ね、今、てるこさんとかも、正座しようって言ってたし、しゅわさんも正座しようって言ってたんで、蟹座会。カニ坂井。はい。カニ坂井。蟹座会と、625回と、あと、6月会。お、はいはいはい。はい。この3つをちょっとね、ちょっと結成しようかなと。あ、じゃあ僕、6月会とカニ坂井。あ、そうですね。はい。蟹座会は、みんなで、まあ、今ね、なかなかどこかに集まってみんなでなんか蟹料理を食べるとなかなか難しいかもしれませんけど、例えばリモートでみんなでね、こう、蟹を食べる蟹オフ会とか面白そうっすよね。あ、僕の誕生日は6月27です。ね、あ。ルイスさん全部所属。そうなんですよね。シューアさんと僕ってね、すごいんです。実はもうめちゃめちゃニアミスで、僕25でシューアさん1日明けて27なんですよ7。ね。はいい。そうなんですよ。やー、すごい。あ、タケさん6月入れる。6月の、結構6月絡み多いですね。あ、嬉しいですね。はい。まず6月、あ、じゃあこうしようかな。ヒーローインタビューのライブ録画が終わって、あ、ライブ終わるじゃないですか。ライブ録画のところに、ぜひ皆さんよかったら、プライバシーなところもありますけども、6月会、あと6月25日、もうピンポイント。あとは、本蟹当座ピン会。ポイントだこね。れ、ぜひコメントのところで、私は6月会と蟹座会と、何でしたっけ？ 6 月25日会、もう全部、これ多分、全部コンプリートはルイさんなんですよ。ああ、はい、そうです僕、ね。ルイさん誕生日一緒なんで。だけど、中におは、二人。ショコリンさんみたいに、6月会だけ入れるとか、テルコさんみたいに、蟹座会入れるとか、シュワさんみたいに、6月会と、蟹座会一緒とかあるじゃないですか。だから、ぜひちょっとコメントでね、シュワさんも遊びに来てくれるんで、よかったらそういうところでなんかね、みんなでこうやりとりしたら楽しいんじゃないかなと思うので。ぜひ、本当ですコメントでですね、6月会、6月25日会、蟹座会、ぜひこれに該当される方はぜひね、コメントで教えていただければと思います。もちろん、これに該当しない、されない方もね、ぜひコメントね、ライブ録画の感想とか、ぜひね、シュワさんへのメッセージとか、コメントね、送っていただければなよとろ思しいくおま願す。いします。ははい、すみません。い。で、シュワさん。今日ね、金曜日の夜、皆さんね、学校、そしてお仕事、そして、専業主婦の方だと、家事や育児等で、ね、この時間っていうのは、ちょうどね、お仕事帰られた、学校帰られた後はね、家事、育児がちょっと落ち着いたっていうタイミングでご覧になってる方たくさんいらっしゃったと思ってね、皆さんこう、お忙しい中、お疲れの中ご覧だと思うんですけども、ありがとうございます。本当にありがとうございます。柴さん、よかったらね、やっぱりヒーローインタビュー、自社仏閣ご支援好きな方たくさん見ていただいてますし、で、この後録画でご覧の方もたくさんいらっしゃると思うので、
柴田さん、さっき来年が、広報大使の生誕1250年というお話だったじゃないですか。ええ、そうですね。柴田さん、今、よかったら、これ、広報大使の柴田さんご主任で今まで過去、尿院下さんから出されてると思うんですけど、はい。よかったら、この今、リアルタイムで今ご覧の皆さんにぜひ、広報大使のなんか、過去のご主任とかってちょっと見せていただくって可能ですかね。あ、はい。あ、大丈夫です。いいですか？はい。ちょっといくつかは、ありますので。はい。やっぱりそうですね。やっぱ私自身がやっぱり弘法大師が本当大好きで、まあそれで、はい、まあその弘法大師に惹かれて、ちょっと仏門に入ったみたいなところもあるので、やはりそういったところは多くの人たちに知っていただきたいなっていうところもございます。はい。ですので。ぜひぜひ。で、やっぱりその御朱印自体も、やっぱりそういった形をもっとこう広げられる形の一つだと改めて思ったものですから、まあ、はい、私のね、その時の思いだったりもそうですけど、その時の心境が、まあ、御朱印にこう現れている ということもございますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いいたします。そうしましたら、これ、まだ直書きをしてなかった頃なんですけど、これ、書き置きとして出させていただきました。はい、ですね、東山の弘法大師が、ここに映っておられるんですけれども、はい。で、真ん中が、先ほどと同じ梵字としては、湯という字が入って、遍照金剛っていう、まあ、弘法大師のもう一つのお名前ですね。もともと、弘法大師も、それ以前は空海って言われてたので、その後、中国へ渡って、その時の、まあ、儀式を受けて、その時に初めて遍照金剛っていう名前をいただいたんですよ。しょうさん？あ、聞こえますか？はい、聞こえてますよ。どうぞ続けてください。で、それから以降ですね、いろんな手紙とかに関しては、最後の、まあ、言葉にですね、遍照金剛っていうふうに言葉を書いている、一つの節目にもなっているんです。で、私たちも普段、弘法大師をお唱えするときは、南無弘法大師っていうふうには言わないで、南無大師遍照金剛ってお唱えします。はい。ですので、まあ、大師、まあ、弘法大、まあ、空海、弘法大師、遍照金剛って言って、まあ、いろんなこうお名前がちょっと出てくるんですけれども、で、ちょっと、ややこしく思うかもしれませんが、あ、もちろん、この世にね、人として生まれてきたときは、やっぱり空海、そして遍照金剛って言われてました。そして、弘法大師自体がですね、ご入場という形をとって、高野山に、まあ、高野山の奥の院にご入場されたっていうんですね。亡くなったとか言わないんですね。入場っていう言葉を使います。入って定めるって書いて、ご入場って言います。で、はい、それから以降ですね、86年目か87年目、こちらも結構、いろんな、ちょっとした差があるんですけども、その時にですね、初めて弘法大師というお名前を天皇からいただいたものでございますので、うんうんうん、まあ、もちろんそれで弘法大師、でも大丈夫ですし、空海さんでも大丈夫ですし、まあ、あるいはお大師さんとかって言われる方もいます。弘法さんと言われる方もおられます。いろんな、うん、お名前がございますので、そういった意味では、私たちは普段、南無大師、遍照金剛という形で、弘法大師を お唱えさせていただいています。で、その時に、この隣にですね、ちょっと文章を書いてあるんですけども、これも、はい、非常に、まあ、私たちにとっては有名な歌でございます。ありがたや、高野の山の岩陰に、大師は未だおわしますなる。っていう、うんうん、歌ですね。もう一回言わせてください。はい、ありがたや、高野の山の岩陰に、大師は未だおわしますなる。うん、実はこの歌を作った方がですね、もともと天台宗の座主ですね、その当時のトップだった方が、まあ、自陳和上という方がおられまして、この方がですね、まあ、弘法大師がすでにご入場されていて、でも
その弘法大師に一目会いたいと思って、高野山をこう、詣でるわけですね。登っていく。うん、はい。で、その時に、高野山の奥の院に、まあ、弘法大師がそこにおられるであろうという思いをいたして、そして三日三晩、こう、禅定をしていた、ですけれども、その時にですね、もう三日目の、時にですね、この弘法大師が、その自鎮和上の、お米に、こう、姿を現したっていうんですね。その時に、まあ、出た言葉がこの歌だったと伝えられております。弘法大師に一目会いたいという思いから、ずっと、それが、思いが繋がって、それで弘法大師がこう目の前に現れたっていう時の嬉しさが込められている。うん、今でも弘法大師は、高野山の奥の院におられるんだっていう思いは、ここに、綴った歌でございます。すいません、長くなりました、はい。いやいやいや、ありがとうございます。今ね、もうコメントでも、このちらのね、ご支援いただいたことありますっていう方もコメントをね、何人かいらっしゃいましたので。あ、そうなんですね。ありがとうございました。はい、いやね、今ね、もうこのコメントがですね、もう周和さんがずっと説明してるところで、皆さんもう説明に聞き入ってるせいか、コメントがね、もう完全に止まってたんですけど、視聴者の皆さんにちょっとね、お話すると、今日お昼ぐらいにですね、僕ちょっと昼休みに、周和さんと今夜の昼インタビューどうしましょうかってお話をちょっとしたんですけど、ヒロさんね、うん、来月実はね、弘法大師が生誕1250年で、ヒロさんね、俺弘法大師大好きなんで、ちょっと弘法大師について語らせてくんないかなって言ってたんで、語らせてほしい。今日はもうね、弘法大師でね、もうこのライブ終わっちゃう。じゃないかぐらいね、もう周和さんがもうね、大好きで語りたいということだったので、ぜひね、皆さん周和さんのこの弘法大師のトーク、お話にね、お付き合いいただければと思います。それでは周和さん、まだ続いて、はい、はい、よろしくお願いします。あ、そうですね。じゃあ、そしたら、これは令和3年の時に、ちょっと出させていただいた御朱印があるんですけども、うんうん。これも弘法大師の、御昭桃命日、ですね、この時に出させていただきました。弘法大師は非常に1000年以上前の方なんですけど、手紙とか文章すごい残ってるんですよ。で、やっぱりそれが今僕らの中では本当にもう道しるべであったり、もう、うん、やっぱりそういったものを非常に、まあ、いろんな意味で参考にさせていただいたり、当時のお大師様の心境だったりっていうものもまたそこから伺い知ることができるんですが、その中で、ここに、まあ、書いてある文章もあるんですけれども、それちょっと簡単にご説明しますと、はい、これも弘法大師が作った歌なんですが、その時に、寒林に独座す、騒動の暁、三宝の声一朝に聞く、一朝声あり、人心あり、精神雲水ともに寥寥っていう歌なんですね。はい。まあ、また、詳しいことは、また誰か知りたい方は尋ねてください。あれですけれども、ある、まあ、山の、こう、僧堂っていうね、お堂にですね、おりまして、その時にたまたまこう、外に出た時に、三宝の声を一朝に聞いたっていうんですね。まあ、三宝という鳴き声を、一羽の鳥から聞いたっていうことなんですね。直訳すると。実は、この三宝、じゃあどういった鳥なんだっていう、これ、コノハズクらしいんですね。うん、で、コノハズクが、それこそ今の、ちょうどね、三宝流で書かせていただいている仏法僧っていう。はい。このはずくはなんか仏法僧って鳴くらしいですね。それが、このはずくの鳴き声が仏法僧って聞こえたので、それが、こう、三宝の声が、こう、一羽の鳥から聞こえてきたっていう、その時に気づいた時の自身の感情として、これを聞いている自分がいて、そして周りを見てみると、空には雲が流れていて、川には、こう、せせらぎが流れていて、そしてみんな、それぞれが、もう同じ命を、持っている存在なんだっていうことをこう深々と実感したっていう時の歌らしいです。まだ深い部分はもっとあるかもしれませんが、私はそう捉えて、おりました。ですので、確かに弘法大師も非常にお忙しい方だったと思うんですけども、その中にもですね、やっぱり自然をめでて、
そしてやっぱその自然の中に自分も生かされてるってことをこう改めて感じたっていう、その木の葉ずくの鳴き声からそれを感じ取ったっていうのは、なんか、いいなって思いました。はい、ありがとうございます。しおさん、ちなみに今まで如林寺さんとして広報大使の御朱印って今まで何体ぐらい頒布されてきたんですか？どうですかね。で、まあ、大体で。十何体とかあってるんじゃないですかね。なるほど。じゃあ、その十何体のうちの今ご紹介いただいて、この2体は特に思い出があるってことですよね。そうですね。やっぱりそれは、改めて自分も感じるっていう感じがいたしました。ちょっと、お時間の都合上、以上で。こちらの、はい、ね、ありがとうございます。いやー、どうですか、視聴者の皆さん。今、この、周和さんがご紹介した、この広報大使の2体、もしくは、これまでに十数体、広報大使の御朱印が頒布されてきたということなんですけども、皆さん、如林寺さんの広報大使の御朱印をいただいたことある方って結構いるのかな？今ね、ぜひよかったらね、コメントで、皆さんもね、ぜひこうずっとね、聞きっぱなしだとね、あれだと思いますので、皆さんのコメントもこう交えながらね、ライブを展開していきたいなっていうふうに思います。すいません、ね、これありがとうございます。はい、いやいや、こちらこそありがとうございました。もう、シューマさんがもう、広報大使が大好きなのがね、よくわかりましたよ。すいません、本当、2時間スペシャルにしたい気持ちです。いや。てるこさん、てるこさんいただいたんですね。ありがとうございます。ねこれね、タイムラグがね、ありますからね。朝さんもいただいた。朝さんもね、バッジありがとうございます。そうだ、そうだ。さっき、シュワさんが説明してるとき、ちょっとね、ちょっと空気を読まなきゃいけませんでしたので、あえて僕そこは触れませんでしたけど、今ちょっとこのタイミングですので、ユミさん、バッジありがとうございます。ありがとうございます。ということで。いやー、すごい、今日もう25名ぐらいの方がバッジを送っていただいて、ね、本当に、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。こうやってね、ヒロさん頑張れ。応援ね、してくれる応援バッジ。とね、ありがとうございます。いやー、シマさん。はい。なんかあれですか、ちなみに如林寺さんとして来月、その6月15日の、まあ、広報大使誕生日、生誕。これ何か、如林寺さんとして何かこう、企画とか、なんかそういうのっていうのは、なんか、まあ、ご主人なのかイベントなのかわかりませんけど、そういうのっていうのは今あのところ何か考えられてはいるんですか？まあ、如林寺でっていうよりは、実は、当山は、知多四国霊場会っていう、知多四国88箇所霊場っていうのがありまして、その中の一箇所が如林寺でございます。はい、第46番の札所になっているんですけれども、はい、その中で、今年はですね、その知多四国霊場会の中でも、稚児大師というのがありまして、稚児大師像っていう、うん、弘法大師がまだ若い時の、本当に、ちっちゃい頃のお姿が、うん、まあ、去年から始まったのかな、去年から、輪番で、まあ、次、まあ、来年がどこのお寺になるか分かんないんですけど、今年は如林寺で、はい、その、稚児大師というご尊像をお祭りさせていただく形になっております。ですので、これ、この期間が、6月の4日から6月の12日まで、一般公開しております。この期間以外は、拝観することができない。また来年になったらまたどこかの88箇所の霊場のどこかで、お祭りすると思うんですけれども、今年に限っては6月の4日から12日までの、はい、期間はその稚児大師というのをお祭りさせていただきますと同時にですね、実は弘法大師誕生物というのも実は88箇所霊場の全部のお寺で作りまして、はい、全部のお寺で弘法大師の誕生物が拝むことができる、うん、月です。ですので、6月の、そちらは6月の1日から6月の15日まで、うん、いろんな、
まあ、88箇所霊場、まあ、番台とかいろいろ含めると全部で98あるんですけど、はい、そのお寺でですね、もうすべてがその弘法大師をお祭り、弘法大師の誕生物をお祭りしているという。まあ、これはもう毎年、これ今年から始まるんですよ。今年から始まって。以降、毎年6月の1日から15日はもうすべてのお寺で弘法大師の誕生物をお祭りするという形に決まりました。なので、まあ、今年がその中では第1回目なので、ちょっとどんな形になるのかなっていうのは。で、やっぱりお祭りの仕方もみんな各お寺でそれぞれアレンジされるので、いろんなお祭りの仕方があると思いますので、そこはまた一つの楽しみになるのではないかなって、思ってます。はい。もう今視聴者の皆さんもね、多分ね、みんなね、僕とね、同じ思いだと思うんですけどね、修和さんのこの弘法大師の熱と愛がね、すごい溢れてて、これ今日第20回ヒーローインタビューなんですけど、もうね、これ、次なんか第20回ヒーローインタビュー、弘法大師スペシャルとかでね、なんか特番組んでもいいぐらいなね、そんな感じで。いやー、やりたい。修和さんね。じゃあ、修和さんあれですね、この弘法大師のさっきその、まあ6月1日から15日とか、まあそういうなんか諸々の何か、はい、ぜひちょっと見てみたいですっていうことについては、まあ直接、修和さんの女輪寺のアカウントの方に何かね、お尋ねとかしていただければいいですよね。はい。はい、もちろんです。受付しておりますので、はい。はい、気軽にお尋ねください。ね、よろしくお願いします。はい、それではね、もし今のお話の中で、ぜひね、その弘法大師、ね、それらのいろいろな諸々ですね、ぜひこう、ご覧になりたいっていう方は、修和さんの方にね、直接、DM でね、詳細をね、伺って聞いていただければと思います。修和さん、ちょっとね、弘法大師のご説明しているときに、タカさんがバッジを送ってくれましたので、いきますよ。はい。いきます。せーの、タカさん、バッジ、ありがとうございます。ありがとうございます。修和さん、はいはい。修和さん、修和さんって本当にご住職ですよね。あ、そうです。いやー。どうですかね。今日はちょっと、あれですね。今日も特に楽しいですね。ありがとうございます。そうなんですよ。だけど、シュワさんです。僕はちゃんと空気は読んでますから、これ、シュワさんとだからこうですけど、はい、今後まあ、来月、第25回、第26、第27というか、スペシャルゲスト続きますけど、僕が、シュワさんがこの視聴者と見たとき、見て、ご覧になったときに、例えばシュワさんがバッジを送ってくれて、シュワさん、バッジありがとうございますっていうトーンだった場合は、はい。ちゃんとそれっぽいような方が出ると思ってください。僕ちゃんと空気読みますから。だけどもし、例えば6月25日に、僕が、シュワさんがバッジを送ってくれて、シュワさん、バッジありがとうございますって言った時は、きっと、それっぽいノリの人が出ると思ってください。わ、はい、かりました。ね、その辺もね、ぜひね、ご注目いただければなと思います。まあね、とにかく、はい、まあ、シュワさんね、もう、バッジとかも関係なく、もう、まずはね、うん、皆さんにね、やっぱり楽しんでいただく。もう、これが一番ですよ。いや、ほんとそうですね。ねえ、やっぱり、ほんとそう思います、ね。やっぱね、皆さんがこう、喜んだり、笑ったり、楽しんだりね、もう腹抱えて笑っちゃうぐらいね、楽しく面白いライブでね、いやー、うん、今日楽しかったなー、ゆっくり寝てね、明日からまた、みたいなね、そういうトーンでね、このご神スライブがね、皆さんのそういうなんかこう、活力、癒しになればなと思いますので。はい、それで、シュワさん。はい。ちょっと僕から、ちょっと、今度、僕の方にちょっと、お話、いいですかね。あ、もちろんです。もう、時間いただいてありがとうございます。はい、いやいやいや。でですね、まず最近ですね、僕リポストのところでもお話ししてるんですけど、結構新しいフォロワーさんが増えてくる中で、純粋に結構すごい質問をもらうことが多いんですよ。フォローさせていただきました。で、すいませんけど、はい、ほにゃららクエスチョンみたいな。で、そのクエスチョンというか、クエスチョンというよりか、どちらかというとご指摘だったんですけど、3人ぐらいいたんで、ちょっとこの辺でそろそろまあ20回目だしちゃんと言わなきゃなと思ったんですけど、もうね、すごい、そのね、3人ぐらいの方ね、全然間違ってない。本当ね、ちゃんとした指摘で、ご指摘で、ヒロさんすいません、ヒーローインタビューのヒロってスペル間違ってますよって。あ、そうなんです。これね、実はね、もうね、間違ってるんです。これね、ヒーローだとね、HERO なんですけど、これすいません、僕自分のヒロに引っ掛けてですね、
ヒロインタビュー、ヒーローインタビューっていうのを引っ掛けでやる、ちょっとね、このヒロインタビューってなっているので、これね、間違いじゃないんです。ね、なのでね、一応、これをね、一回言っとこうかなと思います。で、多分ね、そうでますたね。第40回目ぐらいの時にまたね、そういう人出てくると思うんで、またあ、第じゃあまた40その回時。目、はい、その時にまた改めてリマインドさせてもらえばと思いますけども、これ僕スペル間違ってませんので、一応そういうことなんだなとね、ご理解いただければなと思います。それで、翔はい。さん、僕、佐々木さん、明恵さんから聞きましたけど、シュワさんが3冊も頼んでいただいた、ヒロ、御朱印 .com、オリジナル御朱印帳が、いよいよですね、来週の5月31日火曜日に、いよいよ締め切りなんですけども、そうなんですね。そうですね。そうなんですよ。ねえ、シュワさんもも、3冊そう、頼んで僕、もらっちゃったって聞いて。いや、もうどうしても欲しかったんで。ああ、そうですか。やはりそれはもう、ね、ありがたいことでございます。でも、あれ、ま、もう、届いてる方とかおられるのですか？昨日ですね、フォロワーの、エルキオさんっていう方がですね、はい、見開きの、レモンイエロー届いたってポストされてまして、はい。あ、そうですね。で、はい、まだポストはされてないと思うんですけど、DM で、6人ぐらい、ちょっとポロポロっと届きましたっていうのはいただきました。はい。なのそうですか、そうで、ですか。ポストされる方もいれば、ポストはされない方、ちょっとそこは僕もわからないんですけど、もしね、ポストされるよ、方は、ぜひハッシュタグ、ヒロ御朱印インスタライブをつけていただければなと思いますので、ね、なので多分、この土日、あと来週以降から結構、赤の大判とレモンイエローの見開きの御朱印帳届いたっていうポスト結構増えてくるんじゃないかなと思ってます。そうでしょうね。そうですね。そう、またうん。楽しみにしてます。ねえ、あれもね、今回の皆さんがね、ご縁を結んでいただいた大判見開き、こちらの両方のですね、僕の売上利益の方も、個々の思い、あと家族の総意でですね、今回も境香取神社の、神社修繕のお役立てということで、売上利益の方はご寄付させていただくことになりますのでね、皆さんのお気持ちがですね、それをまとめてですね、境香取神社の修繕の方に、ぜひ、ご寄付させていただきたいと思いますので、5月31日、来週火曜日なので、今日27が28、29、30、あと4日しかないので、で、この4日終わってしまうと、もう6月1日にはもうね、申し込みできませんので、もう5月31日に締め切りになります。で、よく、皆さんティファニーブルーの時も、桃藤の時もそうだったんですけど、締め切った後に、ヒロさんちょっと欲しかったとか、再販してもらえませんかっていうことがあるんですけど、締め切った後に再販するしないっていうのは、ちょっとその段階では全く、ね、お約束もできませんので、もしかしたらね、再販等がない場合はもうそのまま、もう入手がちょっと困難、難しいっていう状況になるとは思いますので、明日ね、土日ありますので、ぜひね、境香取神社さんの方にご参拝される方、あとね、ちょっと遠方でっていう方は、境香取神社さんの DM の方で、ご連絡を取っていただければなと思います。ね、シュワさんも楽しみにしててください。いや、もう楽しみですよ。本当に。あ、でも、ねえ。佐々木さん、あんまり、僕は後回しで大丈夫です。で皆ね、さあんと、に。翔さん、個々の肉球のスタンプ。はい。今、この前、寺社に行ってきたシリーズで、境香取神社行ってきまして、半年ぶりに。あ、ね、見ました。で、佐々木さん、明恵さん、境香取神社さんに、個々の肉球スタンプを、ちょっと僕の来月6月25日の誕生日までお貸しすることになりまして、はい、その間に、ティファニーブルーフ、桃藤、あと今回のレモンイエローの見開き、赤の大判を、お求めの方は、境香取神社さんの方にそれを持って行っていただければ、ご参拝していただければ、好きなところに、個々の肉球スタンプを1個、1箇所どこ、1箇所ポーンと押してもらえるっていう企画をやりまして、ね、皆さんにもぜひね、これお求めの方、4冊持ってる方とか、ね、1冊、2冊、3冊、僕一番知ってる最高の人で11冊っているんですよ。はい。そうなんですよ。
はい。本な当んでで、すか？はい。すごいなんですけど、もう一冊であっても11冊だったとしても、ね、な。お求めの方は、ぜひね、境香取神社さんに行ける機会がある方はですね、6月の25日、来月の25日に完全に締め切りなんですけど、それまでに行っていただければ、社務所で、ここのページのここに押してくださいとか言えばですね、みなちゃんか、あけいさんか、りみちゃんがね、もしくは佐々木さんが押してくれると思いますので、ぜひね、このスタンプ、ひろ、御朱印 .com、ココちゃんのスタンプ会、ぜひね、皆さんよかったら、ご自身のね、なんだろう、自分だけの、なんかね、マイ、ココちゃんスタンプみたいなのをね、楽しんでいただければなと思います。ね、好きなとこねえ。に押せるっていうのはいいですね。そうですね。まあ、そこがなんか、ちょっと今回の企画の売りかなと思ってて、ね、皆さんそれぞれこうね、好きなところに。で、まあ、あとはあれですよ。この前もう僕も命をかけたネゴシエーションしまして。はい。やっぱり、境香取神社さんに参拝に行けるって方ってどうしてもやっぱり茨城県、関東近郊の方になっちゃうじゃないですか。で、やっぱり、ひろ御朱印 .com、ひろ御朱印スタライブご視聴、フォロワーの皆さん、やっぱりね、北海道、沖縄、九州、全国多くの方が、ね、こうご覧になって応援してくださるので、やっぱり、この御朱印を、遥拝でっていうかね、郵送でお買い求めいただいたけどいけないからってことでね、ココちゃんの肉球スタンプが、っていう方いらっしゃると思ったので、もうね、あれですよ、もう、命をかけたネゴシエーション、佐々木さんと明さんにしまして。命をかけた。はい。もう ね、全力ネゴシエーションですよ。で、なんと、佐々木さんがその場で、ここ、大丈夫かな？ここ押せるかな？ここ押せるかな？こう測って。で、なんと、今回、レモンイエロー大判を、で、境香取神社の御朱印も一緒に頼んでいただいた方に限り、ココちゃんのスタンプを押してもらえることになったんですよ。そういうことですね。はい。なのでね、今回その境香取神社さんにはお伺いができないんだけど、地方の方で、御朱印帳と御朱印をご縁いただいた方に限りなんですけど、ココちゃんの肉球スタンプがね、押されますので、ぜひね、今、郵送でお待ちの方で御朱印もね、一緒に頼んでいただいている方は、そちらもね、楽しネんゴでいシただエーければターと思います。炸裂。いや、だってほら、例えば、ネゴシエーター、あ、でもね、ネゴシエーションとか、ネゴシエーターとか言うじゃないですか。で、言って、もう、なんか、もう、言った1秒、2秒、3秒後に、いいですよ、とかなると、なんか、ヒロさんも事前に仕込んでたんじゃないですかってなるじゃないですか。佐々木さん、本当に、もう、本当にもう、ガチンコで、ポップのところの御朱印で、サイズがこうだから、ここでどこか、ここ入るかな、ここ入るかなって、本当にガチンコでやってたんですよ。だからすごい。そしたなるら、ほどね。はい。で、いいですよって言ってくれたんで、僕、ぶっちゃけ、正直ダメ元だったんで、はい。半々でしたね。まあ、断られる、ひろさん、ちょっとこれは厳しいなって言われるのも覚悟はしてたんですけど、まさかの、いいですよみたいなの言ってくれたんで、もう思わずね、僕、マジっすかって言っちゃいましたよ。じゃあ、ねまだ、ヒロさんのネゴシエーションは、まだ100%を、あれですかね、確率100%。え。そうですね、確率100%ですね。だからもうあれ、今度あれですよ、スペシャルゲ、あの、今後スペシャル対談ライブ、まあ、スペシャルゲスト、スペシャル対談ライブどうし、出ま、ご出演されますかってオファーしたときに、あれかもしれない。オファーの条件、快諾の条件にヒロさんネゴシエーションしないって。言われちゃうかもしれない。戦々恐々です。ねえ。いや、だけどね、本当に佐々木さん、マーケーさんもね、今回神社修繕のチャリティーもありましたので、ね、やっぱりこう全国、境香取神社にはちょっとね、ご参拝は難しくても、ね、こうやって御朱印を通して、ね、神社の修繕に協力っていう皆さんのお気持ちにも応えたいということで、ね、ですので、シュワさんのあれですよ、3冊にもみんな押されますからやったね。ねえ。ぜひ楽しー。あみにりがしてとうごまざいす。ます。楽しみにしてはます。あれい。はまあ。どうな、
うん。あれ、うん。マなんスすか。ク、マスク。ここマスク。あれもちょっと気になってて。そう、あれは、まあ、なんて言うんですかね。まあ、僕、もう本当手作り感満載なんですけど、なんかこう、なんだろう。金額じゃなくて、やっぱり気持ちかなと思ったんですよ。で、やっぱりヒロゴシュインスタライブ、あとヒロゴシュインドットコムのフォロワーの皆さん、視聴者の皆さんもね、こうやっていつも応援、温かい応援を送っていただいてますし、やっぱりなんか皆さんに何か少しでもね、何か微力だけども、何か皆さんにお返しができればと思いまして、僕の嫁と相談しまして、ココマスクを作りました。で、僕、ちょっとちょっと訂正をしたいことがありまして、ココマスクもそうですし、ココの肉球スタンプ。これね、僕ちゃんと言っときたいんですよ。これね、僕じゃなくて、嫁の発案なんですよ、全部。はい。なのなるほど。で、僕もなんかこう、ヒロさん、すごい肉球スタンプすごいじゃないですか、とか、マスクすごいですねって言われるんですけど、これは、僕じゃなくてね、僕の嫁が発案で考えてくれたんですよ。だからね、本当にね、今、肉球、ココがの肉球スタンプ作って、で、それをこうマスクとかにやったり、あとね、何かそういうご支援とかそういうお買い求めいた、ご縁いただいた方に何かそういうね、スタンプ会とかあったら、皆さん喜んでもらえるんじゃないかなっていうふうに嫁も言ってくれいまして、やー、さすがです。素晴そうらなんしい。です。ここはね、ちょっと僕ね、全力で、なんか自分がそれでなんかヒロさん、ありがとうございます。ヒロさんすごいって言われるのがなんかちょっとね、あれだったので、やっぱね、そこはちゃんと全力で言っとこうと思って。はねえ。いやー、素晴らしいです。もう、あれですか。だから、堺香取神社さんに参拝されて、い。はい。で、合言葉、合言葉、そうあでれすだ。よ。翔さん、合言葉覚えてますか？あげきなここペパンここコペパンを食べる。あけきなこ、こぺぱん、ここ、こぺぱん。あ ってあれ、だ。俺も言いなくなっちゃった は間違ってた。あげきい。なここペパンここコペ、あれ違う。あげきなここペ、あ、あれ？合言葉は、あげきなこ、こぺぱん、ここです。あ、それはそれでいい、ね。はい。ほら、シュウマさんの時の早口言葉対決の時には、あげきなこ、こぺぱん、ここ、こぺぱんを食べるだったんですけど、を食べるだろうね。はい。ただ、合言葉は、あげきなこ、こぺぱん、ここって、通りますので、ぜひね、明後日、多分、堺香取神社さん、多分、社務所オープンされるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとね、堺香取神社さんのインスタのアカウントで確認していただければと思うんですけど、ね、社務所が空いていれば、一応、先着50名になりますので、ね、合言葉を言っていただいた方、先着50名に、ココマスク、僕たち50枚、全部、一つ一人、なんだろう、こう、なんだろう、ちっちゃい、ミニバッグ、ビニールバッグみたいに入れましたので、はい、そちらでね、ミナちゃんや、アキエさん、リミちゃんからね、受け取っていただければと思います。いね、あやー、げ欲きしいっなすこく。ね。あ、シャさん欲しいっすか？いや、欲しいじゃないですか。いやー、ね、だけどこの前ね、あれなんですよ、僕、一人で、ココマスクを作る作業ライブってやったんですよ。そうでしたか。はい。で、それ、録画に残してないんで、ちょっと見てない方はもう何がやってたのかさっぱりわかんないと思う。あ、すいません、行きましょうか。千鶴さんですよ。千鶴さんであれじゃないですか。如意輪によく参拝されてますよね。いや、本当に、毎月はい。来ていただいてる、ありがとうございます。じいや、ゃあ、ぜ翔ひさん、来行きれますば。よ。例の行きましょう。千鶴さん、ジュースバさん。ッジ、ありがとうございありがます。大丈夫ですか？とうございます。大丈夫です。もうここはね、大丈夫です。防音でしっかりなってますんで。ねえ、ということ、そう、でね、作業ライブを録画に残さないながらも1時間40分ぐらい黙々と作業したんですよ。で、その作業ライブをご覧になっていた方のためにと思いまして、金色と、ボタン色と、ひわだ色っていう、まあ、ひわだ色って茶色なんですけど、あと、ボタン色が、まあ、ピンクかな。で、金の、その3色のフルカラーのマスク3枚セットで、3名の方にプレゼントって企画をやりまして、プレゼントでいただいている方もすではに。い、もうね、皆さん、全員届きました。ようこさん、のりこさん、ひろみさん、全員ね、届きまして、そうなんひろですさん届ね。いたーって連絡来て、でね、嬉しかったのが、あれですよ、僕たちが作った手作りの、
たかがマスク、されどマスクですけど、皆さんなんと飾っていただいたり、もう絶対使えないですって飾っときますとかね。いやーなんか嬉しくて、いやーね、そんなもう僕たちが作ったマスクなのにね、そんななんか飾っとくなんて言われちゃったらなんかもう、なんかこっちが恐縮しちゃうぐらいね、なんか嬉しくて。はい、そうですね。そうなんですよ。使えない、使えないか、使えないな。はい、ね、なのでね、境香取神社さんに明日かな、もしね、社務所がもし明日オープンしてれば、先着50名、合言葉を言っていただければね、ここマスク1枚、お一人1枚ね、お渡しできるようになってますので、ただね、もう50枚終わりた時点で終了になりますので、その辺だけね、あらかじめご了承いただければと思います。そうなんですよ。まあ、シュアさんが今ちょうどね、その話振ってくれたんであれなんですけど、リミちゃん。うん。はい。リミちゃん、あれですよ。去年、シュアさんと一緒に境香取神社コラボ披露ご審査お江戸丸市だった時は、リミちゃん、まだ小学校4年生で。この前僕、会った時はもう小学校5年生になってたんですけど。はい、はい。そう、前回と今回も変わらず、ずーっとココのことを抱っこしてくれてて、もう、リミちゃん、ココね、大好き。リミちゃんもココ大好きで、ココもリミちゃん大好きで。うん、そう。だけどね、それもそうなんですけどね、リミちゃんがすごい見るたび見るたび大人になっちゃってて。ですね。本当ですね。もう早いなと思いますけどね。びっくりしました。もう、小学校5年生にしては背がもう高いみたいで、うん、多分、みなちゃんが今大学1年生で19。だから、多分、みなちゃんにな、の年頃にリミちゃんになった時には多分ね、みなちゃんの背を抜くんじゃないかぐらい、リミちゃんすごい、小学校5年生の中で大きいみたいなんで、もうね、パッと見たらね、中学生とかに全然見えますね。ああ。まあ本当、でも本当そうですね。写真とか見ると、本当に。うん、そうそうそう。だいぶ成長された。そう。だから皆さんもぜひ、このヒーローインタビュー終わった後に、第8回スペシャル対談ライブ、一昨年の、はい。そうだね、そうだね。そう。振り返ると面白いかも。一昨年、そうそうそう、昨年か。昨年の2月見てもらうと、それは、まだリミちゃん、小学校3年生になるんですよ。もうね、全然違いますよ、あの頃から見たら。ですね。もういや、また会いたいなぁ。ぜひね、で、そのリミちゃん、ちょっとリミちゃんの話になりましたけど、来週5月の31日、ちょうどね、御朱印帳の締め切りの日なんですけど、31日の火曜日夜9時から、リミちゃんが初めて、むすみ会情報局の MC として、初登場してくれますので、リミちゃんと僕とお届けしたいと思います。うん、あとね、佐々木さんにも、ちょっと入ってもらいながら、はい、この第5回は進めていこうと思いますので、シュワさん。はい。今度は視聴者になりますから、ぜひね、視聴者としてリミちゃん応援してください、ぜひ。あ、そうですね。リミちゃん僕のこと覚えてるかな？シュワさん。はい。バッチですよ。同じようにやってくれんのかな？いや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 、もう僕が全力で頑張る。リミちゃん、シュワさんが送ってくれたよ。バッチ、ありがとうございますって言いや、送る。ねえ。でね、シュワさんね、ちょっといい話していいですか、一個。あ、もちろんです。いい話。今ね、視聴者でね、今多分、もし、まだご覧になっていただけてるんじゃないかなと思いますし、あとは、さっきもね、バッジも送っていただいたりしたんですけど、実は今僕、リポスト、の、ちょっと企画をやってまして。はい。ま、はい。シューワさんの、リポストも、ニンニンニャンニャン、リポストさせていただいたんですけども。まあ、これをね、ご覧の方は、もうヒロさんリポスト知ってるよっていう方もいれば、新規のフォロワーさんの方とか、このライブを今初めて見た方とかは、リポスト企画って何ですかって方がいらっしゃると思うので、ちょっとそういう方々含め改めてちょっとご説明しますと、実はやっぱりこう、日々新しいフォロワーさんがこう、フォロワーさんになっていただく中で、ライブ記念御朱印って何ですか？イベント記念御朱印何ですか？っていうご質問が結構、ここ最近特にちょっと多かったんですよ。で、はいはい、そういうこともあったので、何かそういう新しいフォロワーの方々にも、
ライブ記念御朱印イベント御朱印を通して寺社仏閣とか御朱印に興味関心を持っていただけたらいいなっていう思いもあったのが一つと、あと実は昭和さんもご存知のご縁フェス三兄弟のうち福山さん。福山さんが今年の第20回スペシャル対談ライブ後の誕生日、福山さんご自身の誕生日ライブの時に、宝厳寺の御朱印帳をプレゼントするっていう企画をやったんですよ。はい。で、そのプレゼント5名決まったところに僕が、ネゴシエーターってやりまして、なんとその5名の方にココちゃんの御朱印を特別に書いていただいたんですよ。はい。で、その中で、僕たまたまちょっと自分がインスタ開いた時に、今ライブも来てくれて、ルイスさんとショコリンさんが、上げててくれてたので、せっかくだから、それ、僕は、福山さんがいただいてないので、よかったら、僕ちょっとリポストしてもいいですかって言ったら、ぜひぜひしてくださいって言って、リポストしたんですよ。そしたら、ルイスさんとショコリンさんが、もう僕が思ってる以上にめちゃくちゃ喜んでくれて、あ、こんなにも喜んでくれるものなんだっていうのが、まずあったんですね。で、新しいフォロワーの方に、イベント御朱印、ライブ記念御朱印を通して、寺社仏閣、に興味を持ってもらうことがまず一つ目。で、二つ目はリポストしたことで、リポストされた方がめちゃくちゃ喜んでくれたんで、あ、なんかこんなに喜んでくれるのは、なんか自分でなんかできないかなと思ったのが二つ目。で、三つ目は、やっぱり、スペシャル対談ライブ、寺社に行ってきたシリーズ、ご縁フェス、様々なライブが、これから先、6月、7月、8月って進んでいくじゃないですか。だけど、やっぱり未来のフューチャーがあるように、過去もあるじゃないですか。やっぱりこの過去1年前、2年前にも振り返るっていうところに、プレイバックするっていうところにフォーカスするのも何かやっぱり、あ、1年前、2年前、半年、この方が出て、こんなことあったなっていうのを、やっぱり皆さんに改めて今一度振り返っていただいて、改めてそのお寺や神社や、その地域にプレイバックするっていうところにも、フォーカスできたらいいなっていうところを、もう総合的にひっくるめて、今回この企画走らせたんですよ。はい。で、シュウワさんと視聴者の皆さんに聞いていただきたいことは、僕がこんなリポストの企画やってるんですっていうのを言うことが、実は今目的じゃなくて、僕が言いたいことはまだその先がありまして、実はですね、今ライブご覧になってるかわかりませんけども、香織さん、まちこさん、そらみさん、たけさん、えつこさん。実は今8名の方をリポストしてるうちのこの5、今言った5名の方がですね、実は、僕、そのリポストされた方へのお礼でですね、ココちゃんのオリジナルフォトの画像を自分で手作りしまして、そこには、ココちゃんの本当のガチの炭の肉球スタンプと、僕のサインと、ネギさんが描いたココのイラストと、リアルなココの写真の、もうほんとココのオリジナルフォトみたいなのを作りまして、そこに、それぞれの方用のシリアルナンバーを作った、ほんと手作り感な画像なんですけど、それをプレゼントしてたら、その5名の皆さんがですね、ハッシュタグヒロ御朱印インスタライブ、ハッシュタグ、ヒロ御朱印インスタライブ、シリアルナンバーというハッシュタグを作っていただいて、そこで皆さんが新たに、シリアルナンバーので共有するっていう動きがありまして、いや、僕、それを聞いたときに、いや、今、名前申し上げた5名の方、素晴らしいなと思っちゃって、いやー、まあね、何が言いたいかというと、ヒロ御朱印インスタライブを通して、まあ、シュウワさんなんか特にですけど、スペシャルゲスト同士の寺社や地域や宗派を超えていろんなご縁結ばれてきてるじゃないですか。だけど、フォロワーの皆さん、まあ、リポストっていうところにちょっとになってきますけど、リポストの皆さんが、その中で、僕がやってくださいとかで一切言ってなくて、皆さんが、自発的にそういう輪を作って、皆さんで共有されてるってことなので、僕もちょっとこれはリポスト頑張らなきゃなって思いまして、でね、僕がリポストしていく方々が、またそのハッシュタグヒロ御朱印インスタライブシリアルナンバーというところで何かその輪ができたら、例えばですよ。例えばここで、そうだな、タケさんとか、ね、僕たちの
ね、もう、頷きを得られる竹さんとか、こうね、盛り上げ役の方とかね、こう、先導、ね、こう、音を取っていただくような方が、例えば、じゃあ、このヒロ御朱印インスタライブシリアルナンバーでオフ会やっちゃおうかとかね、なんかそんな動きとかね、あったら、それもすごい素敵だなと思いましたし、だからね、まあ、すごい嬉しいなっ話て。で、ほん、嬉しい話ですいね、や本当に。ー、嬉しかったですね。本当にね、もう今、もう一回ちょっと名前言っちゃいますね。かおりさん、まちこさん、そらみさん、たけさん、えつこさん。改めましてね、本当にハッシュタグヒロ御朱印インスタライブシリアルナンバーのね、ハッシュタグ新規で作っていただいて、どうもありがとうございます。あとね、他の3名の方もよかったら、ぜひ、ハッシュタグヒロ御朱印インスタライブシリアルナンバーってハッシュタグをつけていただいて、ね、ポストしていただければと思いますのでね、ぜひ皆さんでこのね、シリアルナンバーの輪をね、広げていければなと思います。シロさんどうですか？今のお話伺って。予想、まあ予想もできないとは思うんですけど、やっぱその中でそういった形で、また違う形で輪が広がっていくって、素敵なことですよね。いやー、本当素晴らしいです。そうですね。なので、あと3名がね、ルイスさんとチエさんとチズルさんなんで、よかったら、ルイスさん、チエさん、チズルさん、よかったらね、シリアルナンバーの、ココフォトを、ぜひね、ポストしていただくときにですね、ハッシュタグヒロ御朱印インスタライブシリアルナンバー入れていただければ、ね、皆さんでそこのね、また新たなね、仲間、輪がね、できると思います。あと、これから、僕もリポスト9人目、10人目、11人目、12人目、13人まあ、目どんどと、ん増えていきますからはい。ね。これ事前にあげますよって言われて、僕、抜き打ちでいきますので。朝起きたり、夜、インスタ開いたら、ああ、私のだ、僕のだってなるかもしれませんので、ぜひね、お楽しみいただければなと思います。それも楽しみですね。ねえ、本当にそうですね。か。いやー、だからね、もう、翔さんも披露御朱印インスタライブももう、ね、もうすぐ6月で、7月になると丸2年なんですけど、いや本当ね、ですね。シュワさんがこう、福山さんとか、ね、まあ、一番はね、星さんですけど、星さんや、福山さん、京人さん、ね、いろんな方とこう、ご縁を広げていただくっていうところもそうなんですけど、ね、やっぱりこの、なんといってもね、視聴者の皆さん、フォロワーの皆さんがね、やっぱりつそうなやっがって。て、ね、自発的にこうね、つながり輪を作っていくって、これはね、もうね、ほんとすごいなと思ったんで、僕ね、絶対絶対今日のヒーローインタビューで言おうと思ってたんで、今ね、言えてよかったです。そうですね、本当。ねえ、いや、ほんと素晴らしいです。嬉しい。ありがとう。ありがたいです。本当に。ねえ、ほんとで素すよ晴らしい。ね。いやでね、もう皆さんヒーローインタビュー、ゲリラ1時間。あれ？ヒロさん、そんなこと言ってたよねっていうことでね、もう今はもうゲリラでもなく、1時間も超えてしまったということで、本当にね、皆さんにはね、ごめんなさいって感じなんですけども、いや、今日はね、前半ちょっと喋りすぎましたいやいね。やい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 や。でですね、そろそろね、このヒーローインタビュー第20回も終わりに近づいてきた、来てきたというところでですね、皆さんにですね、ちょっと、僕と手話さんからお知らせがあります。で、まずですね、来月の6月なんですけども、6月は、ちょっと手話さん、お寺の方のいろいろなね、先ほど弘法大師の生誕、記念のいろんなこうイベント。あと、手話さん、さっき何気に言ってませんでしたけど、皆さん聞いてくださいよ。手話さん、なんと、四国霊場の今年事務局長なんですよね。ね、偉い人なんですよね。いろんな意味で、どえりゃ人でござんす。ねえ、なのでね、実はね、皆さん、シューアさん、今年その、霊場界の事務局長でね、一番、事務方のトップを今年やられてるということで、来月がですね、ちょっとシューアさん、かなり妙林寺のお寺のお勤め、あとね、その事務局のいろんな、お仕事とか、いろんなね、作業等で、ちょっとお忙しいということなので、非常に申し訳ないんですけど、来月6月は、ちょっとヒーローインタビューは、ちょっと、なしということで、いきなりなしと言いながらゲリラもなくですね、ちょっと来月6月は、シュワさんの一応ご負担とかもね、考えまして、6月はヒーローインタビューなしということになります。ただし、じゃあシュワさん、ここからシュワさんに言ってもらいましょうかね。次回の予告。シュワさんからぜひ、はい、よろしくお願いします。
そうですね。次回、まあ、6月はちょっと、いろんな意味で、ちょっとバタバタして、おりまして、やっぱりまあ、いろんな形で、こう、霊場会の、まあ、98か寺っていう寺院の中で、それを、ね、やっぱもちろん、その中で、なるべくこう円滑に物事を進めていけるように努めて、おりますので、います。ですけど、そんな中で、また、まあ、6月はちょっと、今何言ってんだろう、なんだろう、まあいいや、頑張ろう。でも7月は、6月はちょっと本当すみません、弘法大師のご生誕ということもいろいろありまして、今度7月のですね、3日にですね、ヒーローインタビューをさせていただくということで、ヒロさんとお話しさせていただきましたので、またどうぞよろしくお願いします。はい、そうですね。僕から改めてちょっと復唱させていただきますと、6月はちょっと一旦なしになりまして、7月の3日日曜日の夜8時から、第21回目のヒーローインタビューをお届けしたいと思います。で、まあ、ライブスケジュールちょっと、お話しさせていただくと、皆さん、7月の1日がですね、うちの個々の満1歳の誕生日ということになります。で、そのね、誕生日の翌日にですね、まあ、ちょっと1日遅れですけども、ココちゃんのハッピーバースデーライブ、ココチャンネルを、配信をさせていただきます。で、一応この日はですね、もしかしたら、いろんな方々が遊びに来てくれるんじゃないかということなので、ぜひね、お楽しみいただければと思います。で、その翌日、まあ、ココちゃんの誕生日の翌々日がね、ヒーローインタビュー第21回ということなので、シュワさん。僕ちょっとこの1ヶ月、ちょっとね、インターバル空きますけど、シュワさん、僕はこの、ココちゃんの誕生日の翌々日のヒーローインタビューなんで、なんかシュワさんが、なんかやらかしてくれるんじゃないかなって、ちょっと淡い期待してるんですけど。やりましょう。あ、本当ですやりましか？ょう。いやりましょう。やった、これね、シュワさん、録画に残さない、録画に残しますからね、これ、もう皆さん今もう承認ですからね、もう、シュワさん言っちゃいましたね。いっちゃった。いっちゃった。ねえ、ということなので、まあ、ヒーローインタビューに関しましては、7月の3日夜8時から第21回、ヒーローインタビューということで、まあ、シュワさんがね、今、ポロッと言っちゃいましたので、これはね、何かシュワさんがやらかしてくれるんじゃないかとね、ぜひ期待していただければと思います。思います。はい。でですね、まあ、ライブの最後のにはなりますけども、先ほどちょっとね、途中からライブ入られた方もいらっしゃると思うので、お伝えしますと、まあ、コメントのところでもぜひね、シュワさんも遊びに来てくれますし、ね、コメント欄でもぜひね、皆さんとこう、楽しくコミュニケーションができればと思いますので、6月会、6月誕生日の方の6月会、6月25日、ヒロさんと誕生日一緒ですよっていう方は6月25日会。あと、6月、7月またいでの蟹座ですよっていう方は蟹座会。これ、どれかに該当する方は、ぜひ、コメントでですね、言っちゃっ蟹座た。会です。6月25日会です。6月会ですっていうふうにね、入れていただければと思います。もちろん、それらにね、該当されてない方の方がね、圧倒的多いと思うんですけども、それなら皆様ね、コメントはしないでくださいってことは全くありませんので、ぜひね、このヒーローインタビューの感想、あと僕やシュワさんでね、何かメッセージとかあれば、ぜひお気軽にね、たくさんコメントをお寄せいただければと思います。思いはよろしくお願いします。はい。じゃ、シュワさん。はい。僕ライブ冒頭前半からもうね、選挙演説並みにもう僕テンション上げまくりましたので、シュワさん最後、この第20回目のヒーローインタビューね、遅くまで多くの方ご覧いただいてますので、最後はシュワさんから最後一言いただいて終了したいと思います。よろしくお願いします。今日もご覧いただきまして、皆さんありがとうございました。もう本当に前半は本当、弘法大師熱がちょっと熱くなりすぎちゃって、ちょっと早口で結構言っちゃってたかと思いますけれども、すいません。また改めてね、いろんな形の、まあ、いろんな形で、それこそ弘法大師については、なんかこう聞いてくれたら、もう僕はすごい喜ぶんで。また何かありましたら、DM でも何でもメッセージいただければと思いますし、また、今回、ヒロさんと第20回というね、また一つの節目を迎えさせていただくことができました。
で、また、来月、6月はちょっと一旦、ヒーローインタビューはお休みさせていただきますけれども、また7月からね、ココちゃんをお祝いするということで、まあ、言っちゃったから、もう言っちゃうから、言っちゃったから、言っちゃったよっていうことで、ね、楽しみに、してください。まあ、本日は皆さん、誠にありがとうございました。はい。視聴者の皆さん、夜遅くまでどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、はい。じゃあ、シウマさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。視聴者の皆さん、どうもありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。